この度、ベストサポーティングアクター、助演男優賞を受賞することができました。本当に光栄ですし、これは僕一人では取れた賞ではなくて、鈴木亮平さんという素晴らしい主演の俳優がいたからこそ、僕がそこをサポートしてこの賞をいただくことができました。これはみんなでチームエゴイストで取れた賞だと思っております。すごい活気にあふれていて、とにかく皆様の映画に対する情熱と熱い思いがとにかくあふれていて、こんな贅沢な場所に来れたことをとっても嬉しく思っております。エゴイストがこれから歩んでいく道はまだ始まったばかりで、どん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 日本だけではなくて世界中に羽ばたいていく作品だと信じておりますので、これからも引き続きエゴイストをどうぞよろしくお願いします。